古谷がそれぞれの殺人で得たものは、自分が今日を生きるための、わずかな金や衣類、食料だけだった。行き当たりばったりの自己中心的殺人者。昭和40年11月9日、滋賀県大津市の柳瀬水泳場の売店、柳屋の建物の中で、そこの管理人をしていた59歳の男性の絞殺死体が発見された。死体は手を後ろに縛られており、首にはタオルが巻かれていた。死体の発見を遅らせるためか、上から布団が被せられていた。鑑識の結果、死亡したのは6日前の11月3日だと推定された。さらに、同じ月である11月の22日。場所は離れるが、今度は福岡県粕屋郡の一軒家で、英語教師をしている54歳の男性が刺し殺されているのを、帰宅してきた妻が発見した。被害者は刃物で胸を一突きにされており、死体には先の滋賀県の事件と同様に、布団が被せられていた。室内からは現金が5000円と腕時計、ラジオ、衣類が奪われていることが判明し、警察は強盗殺人事件として捜査を始めた。捜査の結果、現場からは犯人のものと思われる白のセーターと靴下、シャツとズボンが発見された。犯人は男性を殺害した後、この家にあった、被害者の服に着替えて逃走したようである。犯人が脱ぎ捨てていったズボンには、ズボンの内側に、小沼玄三、という名前が書かれていた。この、小沼玄三、とは犯人の名前だろうか？いや、犯人が自分の名前の書かれたズボンを現場に残していくわけがない。だが、この、小沼玄三、という人物がこの事件の重要な手がかりとなることは間違いないであろう。福岡県警がこの、小沼玄三、の前科を調べたところ、この男には前科があり、そのデータが見つかった。前科2犯で、2回とも窃盗で逮捕されている。2回目の逮捕の時に1年半ほど服役し、この時点から17年ほど前に出所している。それから1週間ほどの調査の結果、問題の、小沼玄三の所在地が判明した。現在では兵庫県神戸市で廃品回収業をしているということだった。委任の刑事が小沼玄三の自宅に急行した。小沼は神戸市垂水区の須磨浦公園近くの小屋に住んでいるらしい。しかし刑事たちがその小屋で発見したのは、すでに死体となった小沼玄三の姿であった。死体には布団がかけられており、首には紐が三重に巻かれていた。死体はすでにミイラ化しており、鑑識の結果、1ヶ月ほど前に殺害されていたことが判明した。現場からは財布がなくなっているようで、この事件も強盗殺人事件である。警察は、福岡の事件で犯人が脱ぎ捨てていったズボンに書かれていた、小沼玄三にはたどり着いたが、その小沼玄三はすでに何者かによって殺されていた。小沼玄三は犯人ではなかった。捜査は最初からやり直しとなった。これまで殺されていたのは、1、発端となった滋賀の水泳場の殺人。2、そして、小沼玄三と書かれたズボンが残されていた福岡の英語教師殺害。3、兵庫でたどり着いた、その当人の、小沼玄三と、この三人である。それぞれの遺体は発見を遅らせるために布団が被せてあったが、鑑識の結果を総合すると、殺害後にズボンや服を履き替えて逃走した兵庫の小沼玄三事件が、発見日こそ2番目ではあったが、彼が一番最初の被害者であった。老人を狙っている点や、死体に布団を被せている点など、警察はこの2件の事件には共通性があると判断し、同一犯の犯行ではないかとの見方を強めていく。さらに同一犯であるということを裏付ける証拠が見つかった。兵庫の小沼玄三の殺害現場から、滋賀銀行の通帳を入れるビニールケースが発見されたのである。当時兵庫県には滋賀銀行の支店は一つもなく、兵庫県の現場に滋賀銀行のケースが落ちていたこと自体が不自然である。しかし、最初に死体となって発見された。滋賀県の水泳場の管理人は滋賀銀行に預金をしていた。犯人が滋賀県で水泳場の管理人を殺害した後、
被害者から滋賀銀行の通帳を奪い、兵庫まで流れてきて、兵庫での殺人の時にそこでうっかりとケースを落としていった、と考えれば辻褄が合う。昭和40年12月9日、警察は一連の事件を広域重要事件に指定し、全国でパトロールを強化していった。特に一人暮らしの高齢者を重点的に見回るよう指示が出された。12月11日、このパトロールの最中、今度は京都で京都府警、九条署の刑事によって高齢者の死体が発見された。場所は京都市伏見区の名神高速道路の鴨川鉄橋の下で、犠牲者はここに掘ったて小屋を建てて住んでいた、廃品回収業の60歳の男性である。小屋は古畳とテントの布で構成された2畳とほどの住居で、遺体の首にはマフラーが巻きつけてあった。一連の事件と同じように遺体には布団が被せられており、4、5日から10日が経過していた。殺害したのは12月3日だと後になって判明した。そして同じ日、京都府警、鴨川署の刑事はもう一つの遺体を発見する。先ほどの鴨川鉄橋の下のバラックから800メートルほど下った、旧川橋の下にバラックを建てて住んでいた、66歳の廃品回収業の男性が絞殺死体で発見されたのだ。首には電気コードが巻きつけられており、同じく布団が被せられていた。こちらも殺害日は同じ12月3日だと判明した。この京都の2件の事件では、現場から犯人のものと思われる指紋が検出された。12月12日、犯人確定のための大きな成果が得られた。京都の現場で採取された指紋が、福岡県警が保存していた指紋の一つと一致したのである。犯人は前科のある男で、指紋のデータが警察の記録に残っていたのだ。指紋の主は、前科8犯の、古谷宗吉、という男であった。古谷宗吉、破即刻、全国指名手配された。古谷が指名手配されたその日、兵庫県警は偶然にも、古谷宗吉が新たな殺害を言った直後、の場面に遭遇する。古谷宗吉兵庫県芦屋署はこの日、廃品回収業を重点的にパトロールしていた。その最中、芦屋署の三人の巡査が、芦屋市と羽堀切川を挟んで対岸にあたる西宮市の川べりにバラックが建ててあるのを発見し、ここも念のために訪問してみた。するとバラックの中では男性二人の死体が転がっており、二人とも鈍い刃物のようなもので頭を一撃されていた。大丈夫か?と声をかける一方、小屋の外で何か人の動くような足音が聞こえた。すぐに巡査が小屋の裏に回ってみると、そこには手になたのようなものを持った男が立っていた。古谷か。その瞬間、男は凶器を投げつけ逃走を始めた。待てー。止まらんと撃つぞ。当時古谷は51歳。体力もそう続くわけでもなく、間もなくして巡査たちに追いつかれ、ついに取り押さえられ、逮捕された。この男はやはり古谷宗吉本人であった。指名手配から18時間後のことだった。逮捕された後、古谷はさらに大阪でも一人殺害していたことを自供した。大阪府高槻市、高槻橋の下のバラックで古谷の自供通り、53歳の男性の死体が発見された。首にはワイシャツが巻きつけられており布団が被せてあった。犠牲者はこれで8人となった。古谷の今回の連続殺人は、昭和40年10月30日の兵庫県での殺人を最初として、12月12日までの43日間の間に8人もの人間を殺害した事件である。だが古谷が殺人を犯したのは、これが初めてではなく、古谷の最初の殺人はこれより14年ほど前に遡る。昭和26年5月23日、古谷は、福岡市で一人暮らしの老人を絞殺して現金6800円を奪った。そして約1ヶ月後の6月20日、今度は北九州市でまたもや一人暮らしの老人を絞殺して現金230円を奪っている。この2つの事件の時は、古谷は一人ではなく、坂本昇という男を見張りに立てて殺害を言った。これらの事件では結局見張りをしていた坂本だけが捕まり、
古谷は逃亡に成功している。事情聴取で坂本が、俺は見張りをしていただけで、本当に殺したのは総さんだ。と訴えたが、福岡県警は現場から古谷の指紋も採取していたにもかかわらず、坂本を捕まえたことで結論としたのか、それ以上古谷の方は追わなかった。坂本には実行犯として死刑判決が下り、翌年には死刑が執行された。一方、これらの事件での逮捕からは逃れた古谷であったが、早くも翌年の昭和27年3月に恐喝未遂事件を起こし、こちらでは逮捕され、懲役3年の刑罰を受けた。昭和28年9月、加古川刑務所から仮出所した古谷は、早々に姫路市内で窃盗事件を起こし、またもや逮捕されることとなった。今回は窃盗で逮捕されたわけだが、以前、坂本を見張りに立てていった二件の殺人も、指紋の照合から再び掘り返され、今回の窃盗だけでなく以前の殺人に関しても追及されることとなった。しかし、坂本が死刑になっているのを幸いとして、実際に殺したのは坂本で、自分は見張りをしておっただけじゃ、と事実とは反対の主張を押し切り、結局証拠不十分、従犯者ということで死刑にはならず懲役10年の刑となった。昭和39年、熊本刑務所から仮出所し、更生保護施設に引き取られて建設関係の仕事に従事したが、半年後の昭和40年5月5日にその施設からも蒸発する。この施設から離れて流れ歩いた後にたどり着いたのが、冒頭に述べた8人連続殺人事件の皮切りとなった兵庫県の小沼現像である。この日、小沼の住んでいるバラックに何気にたどり着いた古谷は、小屋の外から小沼がうどんを作っているのを見つけ、腹が減っていたのですぐに押し入り、今晩一晩止めてくれや、と声をかけた。びっくりした小沼が当然拒否すると古谷は逆上し、首を絞めて小沼を殺害し、その後、小沼のうどんを食べてそのバラックを後にした。また、さらに古谷の殺人の別件となるが、昭和39年11月から翌年40年の5月にかけて、鳥取県米子市と愛媛県松山市でも高齢者の男性1名と女性1名が殺害され、金品を奪われる事件があった。この事件に関しても古谷は容疑をかけられたが、古谷が否認を押し通したのと証拠不十分だったために立件には至らなかった。しかしこの二件も、手口から見て古谷の犯行に間違いないとされている。起訴された8人の殺人と、過去の立件されなかった事件を含めると、古谷が殺害した人間は全部で12人ということになる。それぞれの殺人で古谷が得たものは、わずかな金と小物や衣類、食料など、その場を生きるためだけの程度の低いものだけであった。連続殺人事件、8件を行う以前の、4件についてはすでに判決が出ており、今回古谷は8人を殺害した罪などで起訴された。昭和46年4月1日、神戸地裁で開かれた裁判にて、古谷は、架空の共犯者をでっち上げ、自分の無実を主張するが、そのような話でごまかせるはずもなく、検察側からは、わずかな金と食料欲しさに8人もの尊い人命を奪った。昭和刑事犯罪史上極悪非道無類である。として死刑が求刑された。そして判決は、日本の犯罪史上かつてない凶悪な事件であり、この極悪非道の罪を償うには、最高の刑罰しかない。と、古谷に死刑判決が下った。古谷は控訴するも、昭和50年大阪高裁で控訴棄却、昭和53年には最高裁で上告が棄却され死刑が確定した。昭和60年5月31日、大阪拘置所にて、古谷71歳の死刑が執行された。